俺の友達でやっぱりアパートに一人暮らしを知らいて、まあ普通の,あの木造モルタルのアパートなんですけどでそいつが、えー、夜の商売を自分でやってバー居酒屋じゃないなバーをやってたんだよ確かねで夕方になって仕込みもあるんで早めに出かけようって大体3時4時ぐらいにいつも家を出るらしいんだけどまだ明るいでしょで外に出て 鍵をかけてると家の中で、ボインとか、パキンとか、ビヨヨヨンヨ,ヨ,ヨ,ヨンと出すなって <laughs>。で、え、何なのって思って、最初のうちは鍵ガチャッと開けて中をこう見るんだけど、何にも、何にも変化がないんだって。 それがもうほぼ毎日のようにいろんな音を出してるので、その時によって違うってわけ。で、もしかしたらこれなんか定義があるのかなとか、例えば何曜日や何とか、時間とか、いろんなことを照らし合わせて、検証自分の中でもって考えたんだけど、全く何にも該当しないと。だけど、本当にその時によっては、さっき言ってみたいに、一等間の底をね、こう、バイーンと叩くような音がした,とあのしたりとか、あともう明らかにフライパンを、 3D、えー、ボ,ボーなんかで持ったら戦えたたきやなバインっていう音が聞こえたりとかもう本当にねもうその時によっていろいろ違うんだよ同じ音だったことがないってで一度その話をその自分のところの授業員なんかにするとみんな聞きたがるんだってで「いや俺も聞きたいです聞きたいです」って言って人が来ると絶対鳴らないんだってわけでだから俺もう全然証明のしようもないし 周りから嘘だ、冗談だって、もう言われちゃっても、だよな、あんたそうなっちゃうよねっていうふうにことさりながら答えるようにしちゃってますよ、んなんて。うん。う嘘じゃねえんだけどな、冗談じゃねえんだけど、そうなんだよな、どうその証明のしようがないんだよねって、何かで録音しようと思っても、結局、その音が入ってないっていうんだよね、その録音の機械かなんかに。あの昔、ほら、その頃それ、 えー、昭和の時代の話なんでマイクロカセットってのがあってよくあのね刑事ドラマなんかで出てくるようなさマイクロカセットってこんなちっちゃいカセットがあったんだねでそれをこうわざわざ買ったんですよ俺それって録音しようと思ってだけど全像とか入んないんですよはっきり聞こえるんですよでもあの録音機 機会をとあの全く返さないそれで隣の部屋の隣の部屋になんかお姉ちゃんが住んでる夜働いてるお姉ちゃんが住んでるんですそのお姉ちゃんと話してて「いやー毎日僕夕方出てくるんですけどあ知ってますいつも夕方4時とか3時とかそんな時間に出かけていかれますよね」で今度お店遊びに行こうかな」ってそんなような中にまでなったので「いやー実はねこれこれこんな音がするんですよ」って言って「えっうそだ!」って言って信じてもらえなかったと聞いたことない。 うん、あれ不思議だな。ちょっと一回、本人に聞いて、ちゃんと聞いてみようかな。面白いですね。なんか自分で思い出して話してち、ちょっと面白くなっちゃった。聞いてみよう。うん。その後どうなったんだね。そう。そのね。ビヨヨヨ,ヨヨヨンってのはね、本当にあの、おなんていうの、効果音でありがちなピンヨヨヨヨンってさって。だから それを真似すすのがうまいんだよ、すごい、口まねが。うん